皆さんどうも、癒しのチップップ、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は静岡県伊東市を代表する山、大室山のふもとにある桜の名所100選にも選ばれた桜の里に行ってきました。こちらにはなんと約40種類、計1500本の桜の木が植栽されています。こちらの伊東市はワンちゃんと一緒に泊まれるペンションやホテルなどたくさんありますので、ぜひ伊東に来た際はこちらの桜の里寄ってみてはいかがでしょうか。今日も最後までご視聴よろしくお願いします。時期によっては売店も出ておりますので、焼きそばやたこ焼き、ソフトクリームなどここで買ってみてはいかがでしょうか。仙台のしだれ、秋田角のだれさしだれ難しい。まだか。みんなまるちゃん。かわいい。みんな女の子なんですか。かわいい。そうですよ。ちゃんとトイレもあるからいいですね。すごい。こちらの桜の里は駐車場もありますが、見ての通り一本道で結構車が混みますので、午前中の早めの時間がおすすめかもしれません。桜を見ながらの散歩最高です。チップもどこか楽しげです。見ての通り駐車場も桜だらけ、多少の渋滞覚悟で見る価値あります。桜の里いかがでしたか。最高だったと思います。そしてここからは少しテイストを変えて、まだまだ桜の里の魅力をお伝えしていきます。それではどうぞ。